こんにちは、マッピーフォトのエリナです。今日はフォトショップで新しく変わったグラデーションツールについてシェアしていこうと思います。以前4つのグラデーションの違いの動画もアップしていますが、フォトショップにはいくつかグラデーションを作れるものがあります。で、その中でも似ているのがグラデーションツールと塗りつぶしのグラデーションで、こちらの方が便利だったのでグラデーションツールは結構不便なところも多くありました。ですが今回 Photoshop 24.5 になって逆にグラデーションツールがかなり便利になりました。で、ちなみにまだアップデートしていない人はこちらの動画でアップデートの内容を紹介しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。で、今回はそんなグラデーションツールがどう変わったか、そしてどのように使えるか見ていこうと思います。で、このチャンネルでは主に Photoshop や Lightroom について基本から学べる動画をアップしています。フォトショップを基礎から学べる本の独学フォトショップも出しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。では、フォトショップでやっていこうと思います。では、一つ目のグラデーションツールはどう変わったかを見ていきます。では、まず新しくなったグラデーションツールをささっと見てから、変わったところについて見ていきます。では、まずグラデーションツールを選びたいので、ツールバーの中にあるグラデーションツールをクリックします。で、グラデーションツールのアイコンとしては変わりないので、こんな感じの、まあ、グラデーションになっているツールをクリックしてみてください。で、もしここにない人は、右下に三角マークがあるツールを長押ししてこのように探してみるか、あとは点々点も長押しして探してみてください。では、グラデーションツールをクリックします。そして、グラデーションの色の選び方は、上のこのグラデーションの下マークをクリックするとこのようにフォルダがたくさん出てくるので、この中からグラデーションの色を選んでいきます。で、もしグラデーションの種類が少ないという場合は、右上の歯車マークをクリックしてデフォルトグラデーションも追加をクリックします。あとは一旦グラデーションを閉じて上のウィンドウからグラデーションもクリックします。そしてこの中にある右上の3本線をクリックします。そしてその中にある従来のグラデーションもクリックします。そうするとこのようにたくさんのフォルダが表示されるはずなので、もしこんなにないという人はぜひこのようにやってみてください。ではグラデーションも一つ選んでいきます。では今回はこちらの水色から紫のグラデーションにしたいと思います。で、一旦閉じます。そしてグラデーションを作るときはクリックしてドラッグするとこんな感じでグラデーションを作ることができます。で、ちなみにもしまっすぐにグラデーションの線を引きたいという時はシフトを押しながらこのようにドラッグするとまっすぐな線を描けるので、これで垂らします。そうするとこんな感じのグラデーションを作ることができます。ではここから以前のグラデーションツールと今回のグラデーションツールの違いについて見ていきます。で、変わったところの一つ目がグラデーションを作る前に自分で色を変えることはできないということです。以前はそしてグラデーションの上をクリックすればグラデーションの色を変えられる画面に移りました。ですが今回からグラデーションを作る前の段階では色を変えることはできません。なのでもし色を変えたかったとしても、こちらのグラデーションをクリックしてもこんな感じでグラデーションしか表示されないので、とりあえず元となるグラデーションを一つ選びます。そしてとりあえずグラデーションをこんな感じで作っていきます。で、後で細かく見ていくのですが、新しくキャンバス上でこのように線が表示されるようになったので、ここ上で色を変えることができます。なので、例えば、元になっているこのグラデーションの水色のところの色を変えたいというときは、この水色のところの丸をダブルクリックします。そうするとカラーピッカーが出てくるので、ここで色を選んでいきます。そして OK をクリックします。そうするとこのように色を変えることができます。このように新しくなったグラデーションツールは、初めから自分の好きな色を選んだグラデーションを作ることはできないので、そこが少し不便ですが、逆にグラデーションを作ってから色を変えられるというところは結構便利です。で、変わったところの2つ目が、グラデーションを作った後にグラデーションの色を調整できるということです。で、これは先ほどの話と少し被るのですが、グラデーションを作った後に色の調整ができます。今までは決めた色のグラデーションを一回作ると、後から部分的な色の変更や全体のグラデーションの色味の変更もすることはできませんでした。なので、後から色を変えたい場合は、
もう一度最初からグラデーションの色を決め直してグラデーションを作るという必要がありました。ですが今回からはグラデーションを作った後にやっぱり色を変えたいという時は、まあ、先ほどもやったのですが色の丸をダブルクリックして、そして色を選んで OK をクリックすれば、このようにグラデーションの色を後からでも変えることができます。でさらに真ん中のひし形をクリックしてドラッグすれば、このようにグラデーションの色味を細かく調整することができるので、何度もグラデーションの線を引く必要はなく、自分好みのグラデーションを作ることができます。で、これは今回グラデーションツールが進化して、まあ、一番便利になったところかなと思います。じゃあ3つ目の変わったところが、グラデーションを作った後にもグラデーションの形を変えることができるということです。で、グラデーションの種類は上に5つあって、それぞれグラデーションの形が違います。で、今までだと形を一度決めて、グラデーションを作ると後から形を変えることはできなかったので、もう一度形を選び直して、そしてグラデーションを作る必要がありました。ですが今回は例えば一番左の、まあ、通常のグラデーションもこのようにクリックしてドラッグして作った後に、やっぱりちょっと丸のグラデーションに変えたいという時は、もうそのまま丸のグラデーションをクリックすれば、このように丸のグラデーションに変えることができます。で他にもこんな感じだったり、このようなグラデーション、そしてこちらのグラデーションにもうワンクリックで変えることができるようになりました。で変わったところの4つ目が、レイヤーパネルでの見え方はグラデーションオーバーレイと変わらないっていうのを見ていきます。まあ、これは実際グラデーションの見え方の問題ではないのですが、レイヤーパネル上での見え方の違いです。グラデーションツールでこのようにグラデーションを作った時と、グラデーションに似ている塗りつぶしレイヤーのグラデーションもクリックして、そして例えばこのグラデーションを選びます。そして OK をクリックします。そうするとレイヤーパネル上でどちらもグラデーションという名前になっていて、見え方も全く同じなのがわかると思います。で今までは見え方が少し違うからこそ、どっちを使ってグラデーションを作ったのかわかったのですが、今回からはどちらも全く同じなので、どっちで作ったかわからなくなりました。まあですが、どっちで作るのが正しいということはないので、まあレイヤーパネルの見え方はそこまでの影響はありません。じゃあ変わったところの5つ目の、背景を増やしてもグラデーションは続くを見ていきます。で、今までのグラデーションツールの欠点として、グラデーションツールでグラデーションを作ってから、やっぱり後から背景を増やしたいとなると、増やした背景にグラデーションがないというわけでした。ですが今回からはグラデーションツールでグラデーションを作った後に、切り抜きツールで背景をこのように増やしたとしても、まあ今現在は透明に見えるのですが、このままエンターを押すとこんな感じでもうグラデーションが全部に埋まります。今までは塗りつぶしのグラデーションを使う利点というのが、この背景を増やしてもグラデーションで塗りつぶせるということだったのですが、これもグラデーションツールの方で追加されたので、かなり便利になりました。では2つ目の、どのようにグラデーションツールを使うか見ていこうと思います。では1つ目の、塗りつぶしとしてを見ていきます。で今まではグラデーションで塗りつぶすときは、塗りつぶしレイヤーのグラデーションを使った方が、先ほども話した通り背景を増やしてもグラデーションが続くから良かったのですが、今回からグラデーションツールで同じようにできるようになったので、まあ、塗りつぶすときにグラデーションツールを使っても、塗りつぶしのグラデーションを使っても、まあ、どちらでもいいかなというふうになりました。まあ、強いて言えば最初に話したグラデーションツールでグラデーションをかけるときは、最初に自分の好きな色を設定することはできないので、そういう場合は塗りつぶしのグラデーションから行った方が、こんな感じでグラデーションエディターが出るので、最初から好きな色をこのように決めて作ることができるので、グラデーションで塗りつぶしの方がいいかなと思います。でちなみにグラデーションで塗りつぶしでグラデーションを作った後にも、このようにグラデーションツールと同じ線が出てくるので、まあ、色を変えたいという時はグラデーションツールと同じように丸をダブルクリックして色を変えたり、あとはこのひし形をクリックしてドラッグすれば、このように色味を調整することもできます。
で、もしフォルダーの中にあるグラデーションをそのまま使うという場合は、まあ、自分で最初から色の設定をする必要はないので、まあ、グラデーションツールを使った方がもうツールバーのところにあるので、こちらの方が使いやすいかなと思います。では2つ目のレイヤーマスクで使うを見ていきます。で、以前のレイヤーマスクに使えるものの動画でもアップしていますが、レイヤーマスクにグラデーションツールは使うことができます。で、これは今までと変わらずにグラデーションツールをレイヤーマスクに使うことができて、そしてこれはグラデーションツールだからこそできるものです。例えばこちらの写真に明るさを、まあ、手前だけに加えたいという時は、まず明るさを加えるために塗りつぶし調整レイヤーからトーンカーブなので上に上げて全体的に明るくしていきます。で、一旦トーンカーブを閉じます。で、トーンカーブのレイヤーマスクを使ってグラデーションのように下はトーンカーブがかかる、まあ明るくなる、そして上に行けば行くほどトーンカーブはかからないようにしていきます。レイヤーマスクをクリックしてグラデーションツールをクリックします。そして色は白と黒を選んでいきます。そしてクリックしてドラッグしてグラデーションを作っていきます。そうするとこのように下はトーンカーブががっつり反映して明るくなる、そして上に行けば行くほどトーンカーブのレイヤーマスクは黒いのでトーンカーブは反映しなくなるという風になります。ではトーンカーブありとなしを見ていこうと思います。こちらがトーンカーブなし、そしてこちらがトーンカーブありです。綺麗に下の方だけにトーンカーブがかかっているので湖のところだけが明るくなったのがわかると思います。このように、まあ、グラデーションツールだからこそ使えるものもあるので、ぜひ新しくなったグラデーションツールでもレイヤーマスクに使ってみてください。ちなみにレイヤーマスクをまたクリックすると、先ほど作ったグラデーションの線が出てきて、グラデーションの形を変えることもできます。ですが、一旦このファイルを保存して閉じて、また開いた時はグラデーションの変更はできなくなるので、そこは注意してください。はい、今回は Photoshop の新しくなったグラデーションツールについて見てきました。まあ、以前はグラデーションツールと塗りつぶしレイヤーのグラデーションだと圧倒的に塗りつぶしのグラデーションの方が便利だったのですが、今回のアップデートによって結構塗りつぶしツールも便利になりました。まあ、違いとしては、まあ、あまりなくなったので、まあ、自分が使いやすい時に使いやすい方を選んで使ってみてください。新しくなったグラデーションツールについて分かったよーという人はいいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。グラデーションツール。